5S リボソーム RNA は約120ヌクレオチドからなるリボソーム RNA 分子で約40系だである。生命の全ドメインのリボソームの大サブユニットの構造的、機能的構成要素であるが、菌類と動物のミトコンドリアのリボソームには存在しない。5S は超遠心分析における分子の沈降係数を意味しており、スベドベリを単位として表したものである。 大腸筋 50S リボソームサブユニットの位を電子、顕微鏡構造中の 5S な分子の立体構造。原核生物では 5S なの遺伝子は、典型的には、なおペロン中、小サブユニットと大サブユニットのない電子の下流に位置し、ポリシストロンの線具体として共に転写される。真核生物の核ゲノムでは、複数の 5S な遺伝子コピーが、 タンデムリピートとして密集して存在しており、そのコピー数は種によって異なる。新核生物の 5S 名は RNA ポリメラーゼ3によって合成されるが、他の名は RNA ポリメラーゼ I によって転写された 45S 線具体からの切断によって形成される。爪ガエルジーナパスの乱母細胞では、9つのジンクフィンガーからなる。 転写因子トフファイアの4番目から7番目のフィンガーが、ゴエスナの中心領域に結合する。ゴエスナとトフファイアの結合は、ゴエスナの遺伝子の転写を抑制し、リボソームの組み立てに必要となるまでゴエスナ、転写産物を安定化する役割がある。ゴエスナの二次構造は5つのヘリックス、4つのループ、1つのヒンジからなり、これらが Y 字状の構造を形成する。 ループ C と D はヘアピンループ、B と E はインターナルループである。系統学的な研究によるとヘリックス I と3は歴史が古い可能性が高い。ヘリックス3にはコードに保存された2つのアデノシンが存在する。ヘリックス V はヘアピン構造であり、トフファイアと相互作用すると考えられている。ヘイロハーキアラマリズモアチャの 50S サブユニットの立体構造。 p d b 1ェック。タンパク質は青、23S ナは大々、5S ナは黄色で示されている。5S ナはリボソームタンパク質、L5、L18、23ナのドメイン V とともに、セントラルプロトゥーブランスと呼ばれる領域を構成する。免疫伝検法、科学的分子間加強、X 線結晶構造解析など様々な分子的技術を用いて、 リボソーム大サブユニット内の 5S ナの位置は極めて正確に決定されている。細菌と個細菌では LSU は2つの RNA 要素と多数の結合タンパク質によって構成されている。新核生物の LSU は 5S、5.8S、28S など、さらに多くのタンパク質が含まれる。LSU の立体構造には L1 プロトゥーブランス、 セントラルプロトゥーブランス、L7、L12 スタークと呼ばれる3つの突出部が存在している。5S なは CP に位置し、この突出部の形成と構造に加わっている。CP の他の主要な構成要素には、23S なと L5、L18、L25、L27 などのいくつかのタンパク質がある。5S なの正確な機能はまだ明らかではない。 大腸菌へシャーキアコライでは、5S なの遺伝子の血質は、タンパク質合成速度を低下させ、他のない遺伝子の同程度のコピー数の血質よりも、細胞の適応に関して大きな悪影響を与える。結晶学的な研究により、5S な結合タンパク質や CP に位置する他の、タンパク質がトレナの結合に、重要な役割を果たすことが示されている。また、5S なと23ナが、 位置的、物理的に近接することで、リボソームのペプチジル元転移中心や GTPR ゼ、結合中心が形成されており、5S なは、5S な結合タンパク質や CP、大小サブユニット間のブリッジ、トレナ結合部位の他の構成要素とともに、リボソームの2つの機能的中心間の媒介因子として機能していることが示唆されている。新刻生物では、 細胞質のリボソームは4つの名ト80以上のタンパク質から組み立てられる。5S 名は一旦転写されると、3末端がエキソヌクレアーゼレックス 1P、レックス 2P、レックス 3P によってプロセッシングされる。60S と 40S のサブユニットは核から細胞質へ輸送され、そこで結合して成熟した翻訳活性を持つ 80S リボソームが形成される。 5S ながリボソームに組み込まれる正確な時期については議論があるが 5S なはリボソームタンパク質 l ごとのリボネクレオタンパク質複合体として 60S 粒子の線具体である 90S 粒子へ組み込まれることは一般的に受け入れられている 5S なと相互作用する重要なタンパク質のいくつかを下に上げる 5S ナとラタンパク質との相互作用は RNA を 細胞内のエクソヌクレアーゼによる分解から防ぐ。ラタンパク質は、すべての真核生物の核内に存在し、RNA ポリメラーゼ3によって転写される、いくつかのタイプの RNA と結合する。ラタンパク質は、これらの RNA の3末端のオリゴウリジントラクトを介して結合し、RNA の安定性とホールディングを補助する。真核生物では、 リボソームタンパク質、L5 は 5S ナと結合して安定化し、細胞質にも核にも存在する、プレリボソームリボヌクレオタンパク質粒子を形成する。L5 の結合は 5S ナの核への輸送を防ぎ、リボソームの組み立ては低下する。原核生物の 5S ナは、L5、L18、L25 リボソームタンパク質と結合するが、真核生物の 5S ナは、 エルゴとのみ結合することが知られている。アフリカ睡眠病の病原体となるトリパノソーマトリパノソーマブルシーでは、ゴエスナは2つの禁煙な RNA 結合タンパク質 P34 と P37 に結合し、これらが結出することでゴエスナの全体的なレベルが低下する。ゴエスナの遺伝子の検索に用いられる強変化モデルに基づいたゴエスナのコンセンサス2次。 構造モデル。細菌、古細菌、真核生物の核、色素体、ミトコンドリアの5 s ナノモデル。IUPAC 表記法と例によって、保存されたヌクレオチドと変化しやすいヌクレオチドの位置が示されている。保存されたまたは、強変化する、ワトソンクリック型塩基体が色付きで示されている。ミトコンドリアや色素体の翻訳装置と関連する。 最近の翻訳装置は多くの特徴を共有しているが、一方で顕著な際も存在する。細胞小器官のゲノムは例外なく小サブユニットと大サブユニットの名をコードしているが、5S 名の遺伝子に関してはそうではない。大部分の色素体のゲノムでは RRN5 は容易に同定される。対照的にミトコンドリアの RRN5 は当初は、 植物と一部の原生生物に限定されていると考えられていた。配列蘇生バイアスや構造的な変化に関する情報を組み込んだ特殊な共変化モデルによって、さらに多様な細胞小器官でエ s ナが同定された。この解析によりエ s ナの遺伝子は大部分の原生生物のミトコンドリアゲノムだけでなく、特定のアピコプラストのゲノムにも存在することが示された。 5S ナの従来型と、痴漢型の二次構造モデルの比較。ストラメノパイルのミトコンドリアの 5S ナは、二次構造の多様性が最も大きい。滑走で見られる痴漢型のミトコンドリア 5S ナは、最も変わったケースであり、通常分子の5末端と3末端によって、構成されるヘリックスアイは閉じたヘアピン構造に置き換えられ、開いた3方向のジャンクション構造となっている。 現行の証拠からは、わずかなグループ、特に動物、菌類、アルベオラータとユーグのゾアのミトコンドリア、DNA だけが 5S ナの遺伝子を書いていることが示唆されている。通常 5S ナと結合タンパク質によって占められている CP 構造は、これらの生物のミトコンドリアでは様々に再構成されている。菌類のミトコンドリアリボソームでは、5S ナは、 大サブユニットの名の拡張配列によって置き換えられている。夕暮れのゾアのキネトプラスチドでは c p は進化的に新規のミトコンドリアリボソームタンパク質によって構成されている。動物のミトコンドリアリボソームでは特定のミトコンドリアトレナが失われた後 s スナに置き換わるように強敵応が起こっている。ありがとうございます。